工大学アメリカンフットボール部クォーターバックの新井亮太です。今回の試合はタッチダウン取るつもりで頑張ります。八甲大学のアメフト部は先輩後輩がなくとても楽しい雰囲気でやっているので、皆さん入ってください。お願いします。駿河台大学1年の所谷です。この試合で駿河台大学代表と出てるのなっているので、活躍できるようにしていきたいです。駿河台大学のアメリカンフットボール部は7人制でとても人数が少ないのですが、年上とかの先輩後輩などその全然区別などがないのでとても楽しい部活です。ぜひ駿河台大学に入ってください。お願いします。高崎経済大学4年奥山和真です。エノーズの練習自体はとても少なかったんですが、毎年同じような顔ぶれなんでみんな仲良く、一致団結してプレーできると思います。高系では、人数が少なくて全員初心者なので誰でも大歓迎です。ぜひアメフトやりに来ましょう。以上です。立正大学2年生ランニングバック伊能智弘です。今日の試合は、みんなこのメンバーでやれるのは最後なんで、全力でアメリカンフットボールを楽しみたいと思います。立正大学は、人工芝のグラウンドで練習できて、あとやっぱみんな本当仲が良くて、今年1年生もいっぱい入ってくれて、みんなでアメフトを本当に全力で楽しんでいるので、ぜひ立正大学のアメフト部に入ってください。こんにちは。日本工業大学主将の青木です。私たちのチームは、人数が少なく、経験のあまりないチームなので、今日の試合を、うまく、生かして、いい経験を積みたいなと思っております。日本工業大学は、女子は少ないですが今楽しく、毎週練習しているので、ぜひ私たちの部活を応援してください。よろしくお願いします。明星大学アメリカンフットボール部高木です。今日の試合は、みんなが、しっかり臨んできたと思うんで、それが普段の練習が出せるように頑張れればいいなと思います。来年はしっかり1年生を、入れようと思っているので、今年3部昇格して人数をたくさん集めたいなと思ってます。以上です。帝京平成大学の2年生の伊沢光平です。ポジションはオフェンスラインとディフェンスラインをやっていて、今回の試合ではディフェンスエンドをに出ます。抱負としては、ベスト DL 賞を狙っていきたいと思います。私たち帝京平成大学は、部員20名ほど選手20名ほどの、部員で、ほとんど9割の人が、アメフト初心者ということで、初心者にぜひ入ってもらいたいので、初心者の方でもぜひ、入部してください。以上です。どうも、千葉商科大学、3年の吉原梨央です。お願いします。今日の試合の抱負としては、ディフェンスを精一杯頑張って出るつもりなので、 QB を潰しにしっかり取りに行ければいいかなと思っています。部活の紹介としては、そうですね、うちの場合ちょっと少々人数が少ないんですが、みんな仲良く、1年生からしっかりグラウンドに出て練習して内容の濃い練習をしているので、ぜひいろんな一度見に来てください。お願いします。 I'm Mansoor Hatmi. We're from Tokyo University of Technology. We're here, for NWARS, and we're gonna win. We train hard so much. We're little, but we train hard. 要約すると、マンスルは今日試合で頑張って、俺たちのチームは少ない人数でも頑張って練習しているということなんで、試合見てください。お願いします。山梨大学ワイドレシーバー佐藤匠です。今回のオールスターは、シーズンに入るとみんな敵同士だけど、今のところはチームなので、出し惜しみせず全力で頑張ろうかなと思います。でうちの山梨大学は3月まであまり良いチーム状況とは言えませんでしたが、
4月に比較的1年生がいっぱい入ってくれたので、みんな士気が上がって、エリアリーグ優勝に向けてみんなで頑張っています。応援よろしくお願いします。杏林大学アメリカンフットボール部キャバリアーズの石井大我です。今回この NOZ に向かう戦う意気込みとして、QB を、サックするということを目標に、頑張ります。私たちのチームは、今年は1年生がたくさん入ったので、来年は高いレベルのチームになると思うので、ぜひ入ってください。以上です。はい、高城大学の新井武です。今回、オールスターに出るにあたりまして、一つ一つ個々が、目標を立って、それでプレーしていきたいなと思います。チームの、今シーズンの目標としては、やはり去年達成できなかった、リーグ優勝、そして、陸海戦、そして3部昇格に行きたいと思います。ありがとうございます。2019年6月23日日曜日、調布アミノバイタルフィールドからお送りしますフットボール TV。 この試合は、NWOZ の第8回となります。解説は、実行委員長の西島さんです。はい、よろしくお願いします。今日はよろしくお願いいたします。はい、早いものでもう1年ですね。あ、そうですね。あっという間ですね。あっという間で、はい。今フィールド上では、試合前のコイントスセレモニーが行われています。手前、43番黒のジャージはあれは高崎経済ですね。そうですね。はい、黄色に黒はこれは日本工業ですね。はい、グリーンのジャージはあれはラスカルズ、白鸚ですね。白鸚ラスカルズですね。はい、白鸚ですね。小山、栃木県小山でございますね。そうです、キャンパスが。はい、はい、白のジャージ、S の方の、55番は明星の選手でしょうかね。ディフェンスラインですね。はい、もう一人高千穂に渋谷という選手もおりますが、ちょっとここは見分けがつかない。あ、そうですね。渋谷君、そうですね。スキンヘッドですから、あ、渋谷君でしょうね。高千穂、うん、そうですね、かと思いますね。はい、渋谷君のお父さんは、フェニックスでご経験があるみたいですね。あ、往年の名選手ですね。あの、なんかね、渋谷っていうお名前がね、はい、複数名いらっしゃるんですよ。で、彼はあの名前の通り、はい、渋谷に住んでましてね。うん、まあ、そんなことで、なるほど、チームメイトにからかわれてましたけど、はい、この前。高千穂と東京工科の選手ですね。12番のあのジャージは、まあ、ダブル番号はこの試合はいますのでね。いますね。12番がワイドレシーバー東京工科にもいますね。いますね。あ、帝京平成の成瀬選手でした ね。はい、今日の審判レフリーは富田さん、アンパイアは丸山さんです。はい、ヘッドラインズマンは東郷さん、ラインジャッジは杉山さん、バックジャッジは北さん、はい、サイドジャッジは古川さん、フィールドジャッジは細江さん、本部との中から操作してますタイマーは斉藤さんです。はい、プレイクロックは船木さん。以上、球種の審判がこの試合をさばきます。さっき S は高千穂の渋谷君がキャプテンですね。はい、チームキャプテンですね。チームキャプテンですね。はい、
合計3日間の練習での、はい、まあ、オールスターチームということで、まあ、今はあのネットも発達してますからね、昔みたいに紙ベースでプレーブックを確認したりということはあまりないようですね。そうですね、初日に N テストの初日に、はい、あのキッキングのですね、フォーメーションの、ちょっとレクチャーをやりましてね、はい、その時ももうその場で、うん、スマホに撮って皆さんが全員がもう共有すると、もう10分ぐらいの間で、はい、そんな時代になりましたよね。キッキングは強化担当理事の部長の明石さんが担当なさってましたね。今ファンブルしたんですが、無事リターンチームのN ですね。 N ですね、 N チームピカピカドラゴンズという名前ですね。ピカピカ、いや、よく考えたもんね。輝いてもらわないといけないですね。そうですね、名前の通りに、自陣の23ヤードからの、ファーストダウンです。アイフォーメーション、はい、クォーターバックは日本工業大学ですね。そうですね、はい、フルバックに入ってますね、2ヤードほどのゲインです。うんうん、今のうちは非常にお互いにスピードが速いですから、はい、当たりも強いのでね、攻守ともにいいプレーですよね、最初のプレーは。はい、ここ2年ほど非常に接近したゲームをしてますよね。あ、そうですね、クォーターバックは日本工業大学18番の選手です。松田君ですね、松田君ですね、はいはい、松田君は4年生ですかね。まあ、レシーバーは見つからなかったので、スクランブルしましたが5ヤードほどのゲインです。5ヤードほどのゲイン、はい、サードダウン、ファーストダウンまでは残り3ヤード、ボールは自陣30ヤードに置かれています。ここは大事なプレーですね、はい、ショットガンフォーメーションからレシーバーを探しています。これは惜しくもディフェンス11番は、いいカッティングでしたですね。この高千穂のコーナーバック、はい、大阪君ですかね、白鸚の40番ワイドレシーバー宮田選手に投げましたが、今ちょっとカバーがうまかったですね。うまかったですね、はい、フォースダウン、3ヤードを残してのパントフォーメーションです。 S のディフェンスは本当2日目3日目と尻上がりに調子が良くなって、はい、そうですか、チームワークもよくまとまってましたですね、バッカーとラインのですね、はいはい、このバックの動きもいいですよ。お、いいパントですね。滞空時間も長い、はい、うん、これはサイドラインを直接割っています。敵陣の46ヤード7ヤード6ヤード地点からの S の攻撃です。 S はなんとサウスパンパース。そうですね、サウスパンパース、ね、なんか匂ってきますか。大丈夫ですかね。匂って、白のジャージは、サウスオールスター、ね、サウスパンパースの、そうですね、サウスですね、攻撃となります。もう残り6秒、これ確実にディレイかタイムアウトですね、うん、ファーストプレーはディレイオーゲーム。これもオールスターチームならではの、ならではのですね。どうしてもメンツ合わせで苦労しますからね、うんうんうん、今も一人足りなかったんですね、うんうん、
やっぱりそれはね随所に現れますよね、はい、メンバーが足りないとか、まあ、タイミングが合わないとか、はい、アイフォーメーションですね。おお、うん、なんとか、うん、27番、37番、S は QB が2人ですよね。そうですね、2人で交代でやりますから、はい、高千代の羽賀君と山梨大学の、はい、今の選手ですね、あの若松君ですね、はい、はい、今若松君から反動されるか、ね、出ましたね。あ、スピードはありますね。ちょっとペナルティの分カバーして、はい、これで5ヤード挽回しましたね、はい、サードダウン残り8ヤードといったところですね。ボールは自陣の48ヤード地点です。まあ、いいリズムで今、攻撃できてますよね。そうですね、同じ回ですね。これはパス27番へのパス、これはちょっと短くて、取れませんね。フォースダウンに変わります。27番明星ですね。明星の182センチ、はい、橋本君ですね、はい、まあ、お互いファーストシリーズは様子見といったところで、今のところ守備はいいですね、双方、ね、集まりも早くて、はい、うん、これはパントフォーメーションですね。お、うん、ナイスパント、これもうまくコントロールしてますね、うん、サイドラインを割っています。このパントフォーメーションはですね、はい、あのキック側があのラインをですね、パンターの前に3名置いて、はい、そしてあの、まあ、要するにディフェンス力で、パワーで止めろと、こういうことですね、はい、で外側から回ってくるらしさに対してはもうそれはほっとけと、はい、こういうサイン指示で確か動いてるはずです。まあ、その分だけ時間がかかるのでブロックできないという、できないということですね、計算ですね。で今もそういう今形になってましたよね、はい、やっぱ真ん中突破はやっぱりなかなか難しい、はい、これも赤石さん直伝の、赤石さん直伝、はい、攻守交代 N の攻撃、これ真ん中割って出ました。あ、出ましたね。おー、8ヤードのゲインです。7番は11番の選手、うん、QB は白鵬の荒井君ですか、はい、4年生ですね。かたや N の方はクォーターバック3名を用意してますから、はい、そうですね、まあ、人数的には、うん、S の方が、ごめんなさい、 N の方が有利じゃないかなと思いますけども、はい、はい、真ん中入りましたね。うん、これはどうでしょう、ファーストさんは取った模様ですね、はい、行きましたかね、ああ、行った行った行った。おー、18番のラッシュ、うん、18番あのブルーは駿河台大学ではないですか、1年生ですね。ところ屋選手ですかね、高校の経験者ですよね、うん、確か彼は今の最後の当て方はうまかったですよ ね、 ですね。これはロングパス、うん、これちょっとサイドラインをもう割ってますね。まあ、堀越の出身ですから、まあ、そこそこあの1年生の中でもですね、はい、割とまあスキリは上の方じゃないでしょうかね、セカンドダウン、同じ場所からの残り10ヤードです、うん、アイフォーメーションからテイルバック11番、これは立正の選手ですよね、うん、まくっていますが捕まりました。11番は11番を仕留めたという、そう、立正の稲城選手ですね、立正ですかね、はい、が4ヤードか、4ヤードぐらいですかね、強輪の11番に捕まっていますね。11番の番号はないですね、なぜか11番、71番、71番ですか、うん、
ディフェンスエンドの石井選手ですね。はい。ですの、はい。はい、パスですね、これは。残り、おお、パス成功。ナイスパス。はい。今のは日本工業の10番ですね。パスレシーブ。そうですね。はい。10番のキャッチですかね。はい、日本工業大学10番は町田選手。町田選手ですね。再び町田君か。そうですね。町田君ですね。白鵬ですよね。あ、ごめんなさい。8番。1ヤードほどのゲインです。今白鵬の新井君ですね、9尾はね。新井選手、失礼しました、7番ですね、はいはい、自陣の48ヤード地点です、はい、さあ1年生18番アップバックでやりますよ。入ってますね。ドレプで多分入るんでしょうけど、うん、ここで、ウォータータイムアウトですね。はい、まだ両チームともあの敵陣でプレーしてませんのでこのプレーで出るかどうかですね。あと2ヤード、まあ、お互いにディフェンスは非常に止めてるっていうところですよね。そうですね、まあ、まだ第1クォーターですから、これから少しこうスタミナが不足してくるとどういうプレーになるかですね。普段自分らのチームでこうやって攻守に分かれることはないですからね。ないですね。あの、先生の場合はね、やっぱりエリアもそうですし人数が少ないですから、はい、あのこういう経験もちょっと彼らとしてはあの春として初めてですよね。そうですね、はい、まあ、また見方も変わってくるでしょうね、うん、専任できる分だけ。フルバックに入れていますが、これは強輪の強いですね。20番でしたか。20番、強輪のラインバッカーの位置にいる吉澤選手でしょうかね、はい、ラインバッカー、インサイドラインバッカーですね、インサイドラインバッカーの動きはあの非常にいいですね、あの、はい、S はそうですね、はい、このメンバー表はあの攻守どちらか書いてあるんで、あの守備の場合逆の場合は分からないんですけど、これは、止まらずに回ればよかったんでしょうけど、まあ、敵陣入りましたよ。やっと入ったんですね。両チーム通じて初めて敵陣。まあ、なかなかああいう時にインカットっていうのはね、なかなか難しいですね、まだね。そうですね。ブロッカーはどんどん打っていかないといけないんですけど。そうですよね。まだ即席チームではなかなか難しいですよね。あれ あのパントフォーメーションですね、ラインが3名、はい、強固なラインが前に3人立ってますから、これはある意味じゃ安心してパントができると。おお、いいスナップが出ました。高く上がっています。おお、いい転がり方をしています菊川は。おお、ナイス。これ敵陣の12ヤード地点ですね、こういったあのキッキングで崩れなきゃそういう試合もきちんとしたものに なりますよね。あ、そうですね、攻守交代です、はい、サウスオールスターサウスパンパースの攻撃、自陣13ヤード地点からのファーストダウンです。アイフォーメーションですね。パス27番へのパスでしたが、これは44番はインターシ14番ですね。14ですね。 あれは高崎経済ですか。14番、あ、OLB の奥山君、はい、試合には出られませんがって出てますがね怪我治ったんでしょうかねいや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 、
一瞬にして、はい、N に得点が入っています。おちょっとスナップも乱れてますね。その分だけブロックのチャンスは出ています。試合開始7分と31秒で N のサウス、ピカピカドラゴンズが6点を先取しています。はい、さっきのは18番をタックしたサウスの28番はこれ、うん、アルハテミ・マンスール君ですね。はい、そうですね。あとは番号がないから、彼はあの首長国連邦からの留学生なんですよね。はい、おそうですか。もし彼であれば、うんまあ、ナイスタックルなんですけどもね。はい